収入を増やしたい。でも仕事が忙しいのに給料は増えない。生活費だけで給料はなくなる。貯金も増えない。そんなお金の悩みを解決する副業の新情報。改めまして皆さんこんにちは、高橋みなみです。いやー緊張しますね今日この日のために宣言をスピーチを書いてきましたそうなんだよ、書いたんだよ緊張するこれはい、いきます。本日はお忙しい中お集まりいただき本当にありがとうございます。私は先日4月8日に14歳から10年間お世話になった AKB48 を卒業しました。ちょうど25歳の誕生日でした。10年間を言葉にするのは難しく、考えても考えても出てくる言葉はありがとうの5文字です。もちろん振り返れば楽しいことばかりではありません。辛いこともたくさんありました。前田敦子にはなれないと気づいたあの日、立ち位置が下がったあの日、仲間が卒業していったあの日、泣いていることの方が多かったかもしれません。それでも10年経って最後の日に思ったことは、ありがとう。あの日笑顔で言えたありがとうを私は一生忘れません。この先一人で歩く道で打ちひしがれることもたくさんあると思いますが、皆さんがいたら何でも超えられる気がします。 AKB で気づいたこと、それは人は自分のためよりも誰かのための方が頑張れるということです。もちろんこれからは自分の夢のためですが、残った後輩のために、こんな私を応援してくださる皆さんのために、これからの道を歩かせていただきます。2016年4月10日この春、新しい道を歩き出す皆さんへ。新社会人になった人、新学期がスタートした人、転職をした人、恋人ができた人、結婚をする人、家族や新しい友達が増えた人、そして自分自身へ。何事も自分の思い通りに思い描いたものにならないのがこれから先の未来です。人の道を羨んでも仕方ありません。そんなことをしていても自分の道は開けない。どんなことがあっても歩き続けること。私は始まりの一歩目が大好きです。今日も私にとって新しい一歩です。新しいことを前にするととても緊張します。えずくほどにでも変わってるかもしれませんが、何か新しいことにチャレンジすること、出会うことは新しい自分に出会うチャンスだと思います。やりたいことがあったとして、その道はまっすぐではありません。私自身アイドルになりたくて、総監督になりたくて AKB に入ったわけではありませんでした。ですがチームのため、グループのためと思ってやってきたことが、結果自分自身のこれからの人生の糧になりました。それは一生涯の仲間ができたこと、何があっても応援してくれる皆さんに出会えたこと、支えてくれるスタッフの皆さん、すべては寄り道であって、寄り道ではなかった私の25年間の人生を作る大切な宝物です。そんな宝物と出会えたからこそ、新しいチャレンジをしたくなりました。壁にぶつかって、石にけつまずいて転んで、
なかなか近づけない。諦めようか。そう思った少し先に、夢は手を伸ばして待っています。私の歌手という夢もそうです。私は立ち止まることはお勧めしません。私は立ち止まりたくありません。ゆっくりでいい。 0.1 ミリでも進みましょう。10年後、それは誰にもわからない未来です。ただ未来は今この瞬間から作られます。だからどんな形だっていい。目の前に現れた新しいことに私は一生懸命でありたい。新しく行こう。始まりの一歩を踏み出すために新しく行こう。まだ見ぬ自分に出会うために。私高橋みなみは努力は必ず報われるとこの先の人生をもって証明します。ありがとうございました。常識選び抜かれた業界トップクラスの副業情報、今稼げる旬の情報だから多くの人が稼いでいます。